ちょ見てこのパジャマ可愛いな。Yeah. 前島ゆう子を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。カラコンはですね、このゆうこすさんのところのカラコンでチューズミーってやつのハニーベージュってやつをつけていきますね。このカラコンめっちゃ自然体でな、めっちゃいいね。私みたいな三白眼ででもちょっとカラコンの縁大きすぎるのは、いや自然体がいいみたいなで、茶色っぽい感じの髪の毛とかしたらこのカラコンめっちゃ合うと思います。はい、自己満足じゃ終われない。最近牛乳にハマってます。牛乳にハマるシーズンなんかたまに来んねんな。化粧下地をつけていきたいと思いますね。プラザで買いました。めっちゃ肌にいいかどうかはよくわからへんけど、これがなんかツヤ肌になるみたいな、でこれはちょっと透明感を上げてくれるみたいな、なんか肌の化粧がいいみたいな、ちょっとよくわからへんけどなんかつけてます。今めっちゃ頭の中にシシャモが流れてて、自分な結構な昔からめっちゃ YouTuber っ子で、高3とかの時からなんか YouTuber さんっていうのを見てんねんか。パオパオチャンネルさんのさ、踊ってみたとかめっちゃ好きやってさ、君と夏フェスとかめっちゃ好きでさ、ハッピーウェディング前ソングをみんなが踊ってんのも好きやで、好きやからさ、自分も誰かと踊りたい。止まらないのは私の汗、それとも君の気持ちいいとか言って、もう汗しか書いてない。下地を塗ります。またリングライトにこうやって反射してんの。これさ、形めっちゃ可愛いな。いいよな、いい形してる。この前さ、友達ん家泊まりに行ってん、で朝ごはんに朝マック食べたいよなーっていう話してて、で友達が自炊すごい好きな子やから、他になんかご飯作っとくねーって言われたから買いに行ってんけど、マック出た瞬間に家っぽい方に歩いて行ってたんやけど、全然よくわからんとこに自分が行ってて、ラブって大きい字で書いてから、ラブホテルの前をって。でも確かにこの場所に友達の家あった、でもラブホテルなんか見てないと思って、方向感覚がほんまにめっちゃ悪くて、こっちが北でしょ、こっちが南でしょとか言ってもさ、は何言ってんのみたいな。でも最近やっと運転しだしてからなんかそれがすごい分かったっていうね。はい、以上、自分の方向音痴が過ぎるっていう話でした。ファンデーションにマシュマロフィニッシュパウダー、キャンメイクのやつですね、使っていきます。見てもこれもうここ開いてんねん。忘れんうちにチーク塗っとこうかな。セザンヌです。あと唇乾燥しそうやから先塗っとこう。ウズです。最近ずっとこのウズのやつ塗ってる。ピンクの唇にすごい憧れてんねんな。その泊まりに行った友達の話やねんけどな、中学の頃からずっと仲いい友達でさ、授業中とかにもさ、変なイラストとか書いて2人でバチャバチャしてる、なんか手紙交換とかして、ええーって感じした友達がさ、今さ教師をしたいねん、先生、学校のな。すごいなというかさ、友達が先生してるってなんかすごい想像できんくない？授業見て見てとかめっちゃ思うねんな。大人になってからさ、学校の先生とかのこと考えてみたらさ、改めてすごいなと思わへん？なんか部活とかもしたけどさ、土日を使って休みの日を使って部活に来てくれたんやとか思ったりしたらさ、すごいなと思うような先生って。部活の顧問とかもう大嫌いみたいな感じだったけど、マジで嫌いすぎて、これ誰にも言ってない話やねんけど、後輩とかがさ、引退おめでとうございますとかでさ、なんかのタイミングでこうコルクボードとかで作ってくれたりするねん。なんかもうめっちゃ顧問に腹立ってる時に、部屋でさ写真見てさ、うっざと思ったから、もうその顧問の写真だけもうビリンって破ってゴミ箱に捨てちゃったっていう。これ誰にも言ってないねん、マジで。次アイシャドウ塗ります。クリオです。こことここの色を使います。もうちょっと近づいた方がいいかな。すみません、近づきまーす。こうやって YouTube してるやんか。中高の友達で見てくれてるよっていう同期の子は、まあ、何人かおって、まあ、でもほんまにそんなめっちゃ見てるよとか言われへんねん。なんかでもめっちゃ見てくれてるらしい。部活の先輩とかもう卒業してから一回も会ってないねん。だからなんかそんなにめっちゃずれていってるわ、髪の毛。ドライヤーすらな。ちょっとこうしたらあれみたい。あーなんやらやらこちゃー、ちょっと待ってよD'。先輩から撮ったら、マミってあんなキャラやったっけってなってるらしい。自分の中で結構性格がめちゃめちゃ変わってる節目みたいなのがあって、まず高校生と大学生の間でも、浪人っていう期間を得て性格変わってるし、大学生の中でも YouTube を始める前と YouTube を始める後で結構性格変わってしまってる。高校生はちょっと内気。大学生は初めの方は新しいことやっていこうってなってめちゃツンツンとんがっててん。でも、なんか YouTube 始めてちょっと丸なったみたいな感じやねんか、自分的にな。だからそりゃな、中高の先輩が自分のこと見たら、あいつこんな性格やったっけとはなると思う。こんなに自分をあらわに出すような性格やったっけ、恥ずかしくなってしまうみたいな、見てて感じで思うねんって。自分の家族もお父さんはなぜか分からへんけど興味津々に見てんねんけど、お母さんは恥ずかしくて見られへんらしい。なんか身内ぐらいの近い距離の人が見て恥ずかしいなって思う感情分かんねん、分かんねんけど、でもこうやってさ、カメラを一個挟んで喋ってるわけってなったらさ、それで何もさらけ出さずに喋れるのも素敵やと思うけど、自分はそんなことできへんから、一個こう壁があるからこそさらけ出して伝わればいいなって思うものがあるねん。めっちゃ今カメラ目線やんな。もう YouTube 始めるにあたって恥ずかしさとか持つことはもう捨てたよな。一個すっごいな、ちょっとうんと思うのは、
お父さんはなんでこのチャンネルを見てるんやろかってすっごい思うねんな。家でも見てるらしいし、会社のお昼休みにも見てるらしい。どういう気持ちで見てくれてるんやろな。アイシャドウね。あと最後にここにシュッシュッって言えます。ちょっとだけ手に取って、シュッ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 、茶色の食べ物、ジャーキービーフ。今すごいお下品な言葉が思いついたので喋りませんでした。はい、次アイライナー塗ります。このアイライナーがマジでめっちゃいいな。ルミアスグラススキルレスアイライナーってやつですね。ここにちょっと書いてみる。美容系っぽいやろ。なんかな、茶色やけどめちゃめちゃ濃くないねんな。しかもちょ薄いねん。失敗しにくいと思うし、薄くしたいけどちゃんと実は化粧してる感を出したい人にはめっちゃいいと思う。もうね、目のここに塗るっていうのはもう定番化した。目離れてるのがちょっとコンプレックスやなと思う人はここに塗った方がいいかもしれない。次マスカラ塗ります。ビューラーともうどこのか分からへん、使いすぎて。マスカラはキャンメイクのこれワイン色やねんな。ワインレッドよりちょっとワインわからん。カラーマスカラっていうわけでもなく、ちょっと光に照らされたら、あ、色ついてんなそれってぐらいのいい感じのちょうどいい色かも。先輩とかマジで今元気にしてんのかな。中高の先輩とかさになったりする？卒業してから喋ったことない。めちゃめちゃお世話になったからな、会いたいなとか思うねんけどな。高校卒業した後に作ってた SNS のアカウント全部消してん。すごい人生に黒歴史を感じてたから、だから先輩の SNS とかも知らへんし、ずっとフォローしてたアカウントとかあってんけど、エクセルです。いつもと同じです。自分はあんまり人に大好きって言われへん人間やね。絵文字とかでもハートとかも全然押さんかった人間で、ハート売ってるちょっと感情をあらわにしちゃってる自分が恥ずかしいみたいな。でもめっちゃその大学で仲良くなった友達が好きとか、そういうこう感情をなんかストレートにすごい伝えてくれる人間で、物を貸し借りとかお菓子のこうあげあいっことかした時にもう絶対いつもなんかメッセージをこう添えてくれるみたいな。マミポンって言われて、マミポンと何や何や何やしてきて、あの自分何や何やめっちゃ幸せ、楽しい、大好き、ありがとうみたいな感じのメッセージをいつも書いてくれるみたいな。はじめはその書かれてるのもちょっと恥ずかしいって思ってたところもあってんけど、なんかこんなに感情あらわに素直に純粋になんか言ってくれるのってめっちゃ素敵やなと思って、それから自分も影響を受けてなんか丸くなった気がすんねんな。感謝ってちょっと伝えなあかんって思うし、文章とかメッセージで打つんやったらより過大に過剰に伝えなあかへんなって思ってんな、その時に。はい熱いかいみたいになってない。はい、では次ノーズシャドウをセザンヌですね。セザンヌのここら辺塗ります。感情出さなすぎたらさ、え、この子怒ってんのとかそういう感じで思われるけど、感情出しすぎる分にはありがとうになるやんか。大好き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 ってめちゃめちゃ怒りすぎたらまた別やけどな。そっちの方がメリット大きいよなと思って。ハイライト塗ります。これ友達がダンプレでくれたシャネルです。すごない？シャネルのコンシーラーですって。自分の金銭感覚的にな、ボンって高い買い物できひん。でもちっちゃくてこまごましたもの買いすぎて、え、気づいたら多分大きい買い物した方が安くねみたいな感じになってるタイプやな。では最後にリカフロッシュのリップ塗ります。もう最近ずっとこのピンク使ってる。以上、毎日メイクができました。はい、髪の毛をドライヤーしてきました。はい、ワックス受けて、前髪もワックスつけて、この前上げた動画あるやんか、彼氏とのスキンシップについてっていうので語ってる動画、あれにさほんまにめっちゃいっぱいコメントもらって、あのコメントくれた人みんなもほんまにありがとう。見てくれた人ももちろんありがとうやけど、コメントくれた人もほんまにありがとうってめちゃめちゃ思った。新たな気づきを得た。彼氏できた時のそのさ、スキンシップみたいなのにマジでめっちゃ悩んでてん。で動画で上げる前からめっちゃ友達に言っててんか、でもなんか自分の周りにはあんまりその私が言ってるのに反対とかはないけど賛同してくれる人がおらんくて、分かるって言ってくれる人がおらんくて、なんかほんまに動画に上げる前まではなんか自分と同じ人っておるんかなってめちゃめちゃ思ってて、めっちゃ不安になっててん。変な人って思われたらどうしようとかって思って、歌歌ってるっていうのも重なって、こう全然上げてなかったことをダブルでさなんかしてた動画やったから、めっちゃ上げるのに戸惑って、でも上げたらさ分かりますっていうコメントめっちゃもらって、分かりますっていう意見もあるし、同じ意見やったけど案外付き合ってみたら違う意見になったよみたいな人とかもおって、めっちゃ参考になるって思ったコメント欄やった、ほんまに。でも一番な、このコメント来るって思ってなかったって思ったコメントが、付き合ったらもっと触れたいって思うでマミちゃんって言われて、へーってその時にめっちゃ思った。びっくりした、もっと触れたいっていう感情が生まれるんや。それはもうぜひとも今後好きな人が現れて体験してみたいなと思った。自分的にさめっちゃ人とのパーソナルスペースが広いね。だからこんな自分でもひっつけるんかなっていう新たな好奇心が湧きました。そうなるんかなみたいな、うん、うんって話だけど。さーて、アイセのマミさんは、じゃん
ゲンポン、うふふふふふ、これって自分だけかもしれんとかって思って発信したことが、案外やっぱさ、同じような気持ちを持ってる人はおるんやなってすごい思った。わかるよって言ってもらえる、ありがたいですね。赤信号みんなに渡れば怖くないな。最近なめっちゃやけどしてんねん。この前もさ、ここさフライパンでさやけどして、見える、ここジューって焼いちゃって。フライパンで料理したのなんやと思う？スクランブルエッグ。ちょ、なんかささっきの前髪でさ終わろうと思ってんけどさ、どっちの前髪がいいか分からへんから、ちょっと前髪切っちゃった。こだわりすぎて分からへんから、もう今日はもうこれで終わりだと思います。見てくれてありがとう。バイバーイ。